11月29日、東日本大震災の復興対策本部10回目の会合が開かれました。第3次補正予算は先般提出をさせていただきました。そして関連法案も今次々とご審議をいただいて成立をしてきているという状況でございますけれども、これらの予算と関連法案を踏まえて復興施策を早急に実施をしていかなければなりません。今回見直された事業計画や工程表では、対象事業ごとに復旧・復興の目標を平成25年度末までを中心にまとめ、図表を作成しました。さらに、より身近で分かりやすく復旧・復興の取り組みを見てもらえるように、国全体に加え市町村や路線、施設単位でも事業計画と工程表を作成。またインフラ以外の雇用や教育、農林水産業、観光といった施策についても、新たに今年度中、そして今後3年程度の取り組みや達成するべき目標をまとめ、復興に向けた見通しを示しました。今もなお、残念ながら迅速さに欠ける、あるいはきちっとですね、支援が行き届いていないというご批判も頂戴をいたします。そのことはしっかりと心に留めて、これからの復興事業というものを加速させていかなければいけないと考えております。今回の会議では、その他に市町村における復興計画策定状況や現在国立国会図書館が行っている取り組みについても報告。今回の震災に関する文書や映像などの消失を防ぐために記録を収集し、検索・閲覧のできるシステムの構築に取り組んでいます。被災地のまさに冬はこれからいよいよ本番というところでございます。一つ一つの事業が早急かつ円滑に進められますように、どうぞよろしくお願いします。